いや、ちなみに段数まで俺落とし込んで計算したけど、あれだよ。だから 0.5 秒で 0.4 発分とかですよ。いけのカスタム、普通にカスタムはいいよ。俺、エイム練習でやってるの。やることなすぎて。本当にやることなすぎて。エイム練習のためだけにプレイして。言ってけど、最上級にエイム練習になるぞ、このゲーム。いろんなとこから敵出てくるし。ひたすら打ち合えるかな。細かいエイムから大雑把なエイムまで全部練習できる素晴らしいゲーム。まあ、この点のね、シンプルなゲームはやっぱランクマとかがないとあれだよね、長続きしないの。プレイしたいと思えない。まだこのゲームさ、始まったばっかだからお手本にできる人がいなくて困ってるわ。進むべき方向がわからない、マジで。てかね、そもそもね、キーマーでやってる人がいない、マジで。いまいちこういう COD 系の、なんて言うんだろうな、感度とかもわからんわ。どれぐらいが普通の感度なのかわかんないけどさ、みんなパッドでやってるじゃん、この手のゲームの人って。大会のシーンがパッドだからさ、こういうシーンはパッドしかないから、パッドでプレイしてるからわかんないんだよな。調べても何もわからない。前提が違いすぎるから。パッドはやんないね。ディファイアントでプロ目指してる人はパッドやった方がいいんじゃない。なんかパッド競技シーンパッドになるんじゃないかみたいな噂あるし、わかんないけど、どこまで本当なのか。まあ今コンバーターももう出てきてるらしいからな。フォートナイトはコンバーターと戦争していたちごっこしてたな、ずっと。まあチーターは消えたね、それで言うなら。今んとこチーターはいないっす、もう出なくなった。よいしょ。まあ、つけといた方がいいと思うけど。確かにね、本当に 0.7 発分しか上がんないんですけどね。0.5 秒間で。0.4 発分しか上がんなかった、計算したら。そうだよね。全然変わんないよね。わかるわかる。わかるよ。いや、ちなみに段数まで俺落とし込んで計算したけど、あれだよ。だから 0.5 秒で 0.4 発分とかですよ。やばい。0.5 秒で 0.4 発分の連射速度しか上がらないマズルブースターをつけるか否かって話やね。ちなみにこれ2つつけて 0.4 発分っすね。まあ、そう考えるとね、全然合理的じゃないんだけどね。ヘビ割れつけた方がいいって言ってる人もいるぐらいですね。このゲームのカスタム、もうちょっと効果ありにしてもいいと思うけどな。変わんなすぎる。じゃあバレークヘビーにしてみる。バレークヘビーのロングコース効果がね、少量すぎるんだよ。あ、マガジンは強いね。わかる。マガジンめっちゃ強いよな、異常なぐらい。なんでマガジンだけそんな優遇されてんだ。四角はやばいんじゃない。さすがにヘビーしかいなくなっちゃいそう、四角までやっちゃうと。上昇系今つけてない。今ロングレンジ系にしてる全部。全然死なないやん。言われー、まあさすがにきつそうだね。山椒今試してるだけだから。言われが結論だっていう人もいるんだけどね。やっぱ連射遅いな、めっちゃ連射遅いな。やっぱでも本当にあれなんだよな、 0.7 発分ぐらいしか変わんないやつなんだけど。そんなに変わるもんなの。池のカスタム、普通に連射カスタムがいいよ。何も考えずに連射だけ上げとけばいいよ。もうマズルブースター、速射、レザーコート、リフレックス、ファストマグ、終わり。クリップ取りたい人は拡張マガジンで。以上。マジむずい、このゲーム。考えれば考えるだけ沼っていく。沼のゲーム。押されてるときファントムの方がいいのかな。リベルタード押されてるときマジきついな。何もできない。このゲームと向き合うといかに自分がうちは弱いかってことを思い知らせてくれる素晴らしいゲーム。打ち合いから逃げてはいけないという戒めを与えてくれる素晴らしいゲームなんだよ。
狙いはゾーン部署、ゾーンを争奪中。オーバーウォッチとかよりそれが濃い。やってることやばい。マジでやってることやばい。自分のことを追い抜かした相手の武器俺見るようにしてるんだけど、 AK と ACR 使ってるやつはあんまりいないな今んとこ。なんか特殊な武器持ってるやつが自分よりスコアを持ってる時があるね。まあ、MP7SVD ベクター、いやすごいと思うわ。多分もうベクター OTP ぐらい、多分ベクターしか使ってないんだろうけど、強すぎだろってなる。ヘビー、パズルヘビー、マガジン、まあクイックか。ビーナーズ本当うまく使う人増えたな、いい意味でも悪い意味でも。やっぱヘナチョコだと思うけどなー、ベクターマジで結構ヘナチョコだと思うけどな。 MP7 の方が絶対強いと思うわ。あ、でも弾抜け運営曰く治ったらしいから、もしかするとベクターバフ入ってるかもしれないからね。あんまそれを考慮してなかった、その説は。絶対弱いってもうちょっと離れたらあれだもんな。やっぱ比べ物にならない強さ、マジで比べ物にならない。何なんだよなマジ。ベクター弱いだろ。 ACR か AK かな。 AK の方が感触はいいけどね、適当に ACR 選んだけど。俺は AK の方がなんかスコアの平均点数高そう。まあ当てやすいからなのかな。とんでもないマッチングに入れられたなこれ。シュートー、ほんとかよ。というか、まあまあだ。ふざけんなよな。が良かったからな。こんなカスみてえな試合にいられていい戦いだったって。ふざけてんじゃねえぞ。